どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレトです。今回は味方が前に出ない時に後衛としてやるべきこととなります。後衛武器を使っているとぶつかってくる課題ってたくさんありますよね。その中でも前衛との陣形が特にあるかなと思います。後衛としての動きやすくするために前衛に出てほしいところですが、なかなか前に出てもらえないということもその一つの原因かと思います。そこで今回は味方に前に出てもらうためにすることを次の順で話していきたいと思います。前に出ないのは自分のせいなのか味方のせいなのか、いろいろと見解はありますが、自分で状況を作れるっていうことが一番大事かと思います。その点についてまとめて紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず考えないといけないことは、なぜ出ないのかということです。前衛が前に出ないこととして極端に2つ挙げられるかなと思います。 1. 前衛がデスを繰り返している。 2. 前衛が消極的であるという点かと思います。 1. はまだ前に出ていますが回転が早いというところですね。 2. はこちらではどうしようもない場面だと思います。それではそれぞれの視点でさらに深く考えていきたいと思います。1に関しては、前衛が前には出ているが足場が悪いか、または無策で攻めているため一人でデスをしているという点です。カバーが届く範囲であればまだ生存はしているかもですが、比較的暴走に近い部分かなと思います。こうなるとこちらに合わせるということは考えられないため、キルを取ったとしてもさらに前に出て突っていく可能性があります。こうなると最悪デスをして自陣に戻ってくるっていうサイクルになります。2に関してはそもそもの戦法が前に出ないというスタイルの可能性が高いです。例えばボムポイとかですね。ボムポイの場合キルが取れればいいんですが、キルを取るまでの時間がかかるというところがあるため、相手の人数が減らないという問題もあります。そのためまとめて処理ができないと前に出るというきっかけになりにくいっていうのが起きますね。ここで敵が押し込みに強い武器の場合、こちらの足場はどんどん減ってきます。これにより悪循環になるっていうのが2になります。さて2つの視点を見てみましたが、どちらともキルが取れないことによりこちらのデスが上回るということが大きな原因です。逆に1と2の戦法でもキルが取ることができれば打開はでき、味方も前に出るきっかけというふうになります。ということはいかに分かりやすいキルが取れるかということが重要なわけですね。キルが取れれば下がる理由はないですからね。前に出ない前衛の思考を考えた上でですが、後衛としてやるべきこと、後衛が1キル目を取るということになります。前衛が前に出れない、または出てもキープができない以上、後衛がキルを取って有利にするしかありません。前衛の仕事をするのと思われるかもですが、チームとして不足しているものがあればそれを変わる必要があるというわけです。ただ前に出るというのはあまりにもリスクが高いので、今回はキルを取るということに絞って話をしていきたいと思います。まず後衛がキルを取ることで起きることは、単純に前衛が動きやすくなるという点です。前衛が動きにくい原因は敵複数に囲まれたり潜伏中の敵に倒されることです。これにより動きが鈍りやすくなります。不利な状況で戦うわけですからね。ですが後衛が先に見つけてキルを取ることができれば、単純に手数を減らすということができます。相手の連携や作戦を潰せるわけです。前衛が前に出るきっかけとしても事前に1キルを取るっていうのはかなり大事かと思います。また1キルを取ることによって自分もポジションを取る動きがしやすくなります。前衛が出ない時によくあるのがクリアリングや潜伏による後衛潰しです。こういう時は前衛は自陣の状況を無視して前に出ていくため、手前処理が甘くなりがちです。しかもそういう時に限ってカモンをしても見てもらえませんからね。そのため自分でしっかりポジション周りを守る必要があります。ポジション周りの敵を一人でも落とせれば前衛は前に出ますし、何より自分のポジションも取れるというわけです。このように1キル目を作るだけで状況としては好転しやすくなります。打開意識の高い味方ならキルに合わせて動いてくれます。
とにかく1キルを取ることで味方の前に出やすい状況、合図を送るっていうことができますので重要な行動となってきます。前衛の考えをもとに話してきましたが、要はキルというシンプルな行動で知らせることが重要になるということです。例えばですが、エリア戦の時に人数よりも取れていない状況で確保した時とキルを取って確保した時ってどっちが有利でしょうか？多分これは後者の方が有利と単純に分かりやすいと思います。ですが試合展開的にはエリアを取っているのでどちらも有利っていうのは状況的には実は変わらないんですよね。要はあからさまに今は自陣が有利だと分かりやすい行動がこのキルという一つの行動になるわけです。キルってエリアを確保した状況よりもさらにシンプルで有利だって分かりやすい状況ですからね。このように単純に前に出させるにもシンプルな行動を取る方が味方に伝わりやすいっていうのがあります。例えばワイプアウトがいい例ですね。ワイプアウトは大きな音と文字が出るためとても分かりやすいです。ですがエリアのようにルールを奪った時の音というのは小さめですし、見た目的にも分かりづらくなっています。人によってはエリアを取ったことすら気づかないということもあるかなと思います。ですがキルの場合はキルログも出ますので視界的に確認がしやすくなるんですよね。このようにシンプルなものほど今作は目立ちやすくなっています。何よりとつり気味の味方の場合は気づいてくれます。確保イコール有利という構図よりもキルイコール有利の方が分かりやすいっていうのはこのためかなと思いますね。だからこそシンプルにキルを取って状況を変えるのが声として重要なのかと思います。最後にですが、場合によってはキルをしても前に出ない前衛というのがいたりします。この場合そもそも前に出る自信がない前衛であったりボムポエなどのように一つのことだけをする傾向にあるかと思います。メインを使わない前衛の場合には先に紹介したことをしても前には出ていかないのでそれを奪う必要が出てきます。こういった前衛は基本的に安全圏で動くことを重視しますので安全と思わせる必要があります。この安全となるのが中央あたりの塗り制圧になるわけです。足場が濡れていればあからさまな有利はわかりますからね。嫁る人の場合は足場はそこまで気にしていません。逆に安全重視の人は足場を気にします。この考えを利用することが重要となります。スプラのマップ的に中央よりも少し前まで塗れば敵陣営にボムやスペシャルを投げることが可能となります。むしろ届くといった方が正しいですね。逆に足場が少ない場合敵が逃げれる範囲が多くなるためスペアボムというのは避けやすく無駄遣いになることが増えるというふうになります。そのため中央までしっかり足場を取って前が安全であることを教える必要があります。まあそれでも前に出ない味方はいますがしないよりかはマシかなというところですね。はい、ということで今回はここまでとなります。味方が前に出ない時に後衛としてやるべきことはいかがでしたでしょうか。前衛にもいろんな人がいると思いますがその視点で考えてみると面白いですよね。僕も前衛の経験はありますが前に出る出ないで考えるとやはり1キル目が取れるというのはかなりでかいです。それを味方の後衛が取れるのであればそれだけ前に出やすくもなりますのでぜひキルを取れるようにしましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。